ビオレタ・ストラマトゥラルは、ルーマニアのプラホバケンシナヤ出身のリュージュ選手。2001年にデビューしている。姉のラルカ・ストラマトゥラルも、同じくリュージュ選手。2008から9年のシーズンのリュージュワールドカップでは、女子個人で32位になっている。2010年バンクーバーオリンピックには、姉と共に代表に選ばれた。 2月11日に行われた公式練習でそりから落ちた衝撃で意識不明に陥って病院に運ばれているが重症ではなく予定通り競技に出場することを表明したこのバンクーバーオリンピックで使われるコースはスタートからゴールまでの高低差が世界一の152メートルあるスピードが出やすく危険なコースで12日にはイタリアのアルミン・ツェゲラーが コースの壁に激突したり、グルジアののだるクマリタシビリがコース外へと飛び出して、死亡する事故が起きている。結局バンクーバーオリンピックでの出場はなかった。ルーマニアンアスリート、インホスピタルアフターアクシデントインボブスレートレーニング。4、バンクーバーオリンピックススタート。 ホットヌーズ、http コロンスラッシュスラッシュ,ッシュイングリッシュ .hotnews.ro スラッシュ stiry-topnews-690 万4642ルーマニアンアスリートホスピタルアフターアクシデントボブスレートレーニングフォーバンクーバーオリンピックスタート htm2010 年2月13日閲覧 ジョージアン・ルガー・ネダル・クマリター・シュビリー・ダイズ・フロム・クラッシュ、スタート。ヤフースポーツ、http コロンスラ,スラッシュスラッシュスポーツドットヤフードットコムスラッシュオリンピックスラッシュバンクーバースラッシュブログスラッシュホースプレイス、メダル、ポスト、ジョージアン・ルガー・ネダル・クマリター・シュビリー・ダイズ、フロム、<otic. S 2> CR? アンイコールオリー、219382、アンド。 CEP コール142010年2月13日、閲覧。ありがとうございます。